観客が2メートル2メートルありますね。本当にありがとうございます。前の位置を持ってくださってありがとうございます。前の距離2メートルでお客さん同士の間隔が1メートルって言われています。なのでもし今ちょっとねお客さん同士とね距離近いかなって思う方は少しだけですねお尻の位置をどかしていただけると嬉しいです。ちょっと今撮りたい位置とかあるんですけど、これからねあのね夕日が多分いい感じに落ちてきて、わざとバーバラさんをね一番遅い回にしたんです。これは絶対なの。これはねいい感じにこの日が落ちて、ちょっとここ大体ねスカッパレじゃなくてねこの雲がちょっとドロドロした感じでちょっと気持ち悪い空になるんです。そのちょっとダークファンタジーな感じのねバーバラさんも撮れるんで、景色と一緒にバーバラさん撮りたいって人はぜひあのちょっと後ろで引き絵も結構ねいい感じです。なので皆さんのねあの見たい位置とかあとちょっと前後のお客さんの位置考えて座っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。ちょっとねこれ言われちゃうと多分明日もあるんですけど、多分明日も開催できなくなる可能性も結構高いのでご協力いただけるとすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。また皆さんのおかげであのねこれ前11月やった時も感染症特に下したとか感染したっていう報告なくできたので、本日はそして明日もですねこの状況の中皆さんで精一杯やってちょっと今までとは違う形かもしれないんですけど、今までと同じように気持ちはね大道芸楽しんでいければと思ってますので本当にありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとう。ありがとうございます。はい、そこだけお伝えさせていただきました。なおですねお手洗いの方はあの後ろの方のこの後ろにすぐ前に公衆トイレがですね後ろの公園にありますので、そちらの一番近いお手洗いになっていますのでどうぞご利用ください。ではですね今日もこいのぼりフェア、これからいい感じにね夕日が落ちて最後ねバーバラさんのねこのこいのぼりと下町とバーバラさんっていうなんかすごいなんかよくわかんないもうファンタジーですね。隅田川もあるしと集合写真と最後のひつき盗賊さんのファイアショーと、これから夕暮れバージョンどうぞお楽しみください。